で1日やね、1日で1時間なんで、明日のネジ更新で来るっていう感じか。はい、どうもゆうです。今回はですね、ディアにプレイヤーレビューの方していきたいと思います。まあ現在15万ぐらいで、自分はトレード負荷で当たりました。まあ3000パックの方で、まあ以前出した動画で当たってるっていう感じですね。で、まあ実際使ってみて、どんな感じだったかっていうのを、紹介できたらなと思います。まあなかなかですね、この選手15万ぐらいするんで、まあどんなプレイするのとか分かりにくいと思うんですけど、まあ実際、まあ62試合も使って、何試合やってるって感じですけど、26ゴール21アシストですね。で、まあストもできて、両サイド、右サイドもできるっていうところですね。まあケミがちょっとやっぱり難しいところであるんですけど、リオン自体が結構優秀な選手が多いんで、女子の方のディオンは特に、優秀な選手が多いんで、まあ、そこで組み合わせしていくっていう感じにはなるかと思います。で、能力としては、まあ、自分自身は、フィニッシャー使ってたんで、まあ、ドリブルとシュートが上がるっていう感じですね、ここから。で、まあ、ケミのおすすめ、僕はフィニッシャーなんですけど、なんでかっていうと、まあ、R1 ドリが格段にやりやすくなります。この後のゴールシーンでも、一人で全員抜いていきます。はい。それが可能にしやすくするために、フィニッシャーをつけてるって感じですね。まあ抜いた後に決定力も欲しいんで、フィニッシャーっていう部分でもあるかと思います。まあペーサー、はじめハンターつけてたんですけど、ハンターいらないなと気づきました。はい。ハンターいらないです。まあ抜いた後の独走はできるかもしれないけど、まあ正直ドリブルだけでいいかなっていうところなんで、はい。僕はフィニッシャーにしてます。で、ペースが、まあ、90近くあって、シュートも、まあ、シュート力は低いけど、それ以外90ですね。こういうポジションの決定力に関しては。で、まあ、パスも、ショートパス87、視野も85あって、ドリブルも、まあ、全然的に高いと。まあ、レッサーも、まあ、84は、序盤であれば十分かなっていう感じですね。で、プレイスタイルとしても、テクニカル持ってます。で、体幹、まあ、プレイスタイル、瞬速っていうの持ってて、まあ、加速が上がるよっていうのとか、アウトサイドであったりとか。で、まあ、彼並みのこなしですね。っていうのを持ってるんで、まあ、本当にまあ、この選手のおかげで何試合が勝ったとこもあるんで、まあ、何十試合ですかね、勝ったおかげもあるんで、本当に一人で、独断抜いていけるっていうところは強みかなと思います。まあ、この後ですね、ハイライト動画見てもらったら使いたくなると思うんで、まあ、15万、まあ、高いとは思いますけど、優先度は低いかなとは思うんですけど、ぜひ、一度は使ってみてはどうかなと思います。この後ぜひ見てください。まあ、こういった感じでですね、簡単なプレイヤーデビュー動画も出していくんで、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後にまで見てください。